はい、どうも、こんばんはえ今回はですねあ、日産セレナー、ま、セレナの、まあ、これは、ハイウェイスターのパンフレットなんですけど、えっとですね、まあ、セーフティーパックを、うんとね、まあ、B がいっぱいついてるよっていうことですね。まあ、あの、B を B にしました。はい。で、あのー、このセーフティーパックっていうのはですね、 あのまあグレードによって付けられるグレード、付けられないグレードっていうのがありまして、こちらに書いてあるのが、メーカーオプション設定ということで、こちらに書いてあるグレードには付けられるっていうことですね。セレナのハイウェイスター G とかですね、ハイウェイスター V セレクションとか、あとセレナ G、あとセレナ X の V セレクション、セレナ S、セレナ S はねなんかあの C しか付けられないようです。 はい、であと、セレナ E パワーと、あ、失礼しました。セレナ E パワーのハイウェイスター V と、あとセレナ E パワーの XV ですか、はい、?V セレクションですか、はい、にあの、セーフティーパックを付けられるということでですね。はい、で購入、自分が購入したのは、とりあえずあの、このセーフティーパックが付けれるということで,ですね、まあ。B がいいですよっていうことで。はい B を B にしました。はい。で、あの、まあ、こちらの、まあ、プロパイロットなんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、クルーズコントロール使用しているときにしか、あの,ーあの、まあ、作動しないっていうことですね。はい。で、まあ、あとこの、インテリジェントルームミラーっていうのはですね、 まあちょっと個人的な感想なんですけど、あのー、ちょっと見づらいんで、あのー、これは使ってません。で、こちら、インテリジェントまあのあのー、車,車線逸脱防止支援システムということですね。はい。あのーまあ、まあ、絵見ればわかると思いますけど、まあ、線を越えると、ちょっとアラームが鳴るって言うんですかね。はい。 これは、あの、これも一応、クルーズコントロールですね。ああの使っているときにしか作動しません。で、オートブレーキも、そうクルーズコントロールを使っているときにしか作動しません。で、電動プあパーキングブレーキ、まあ、あの、まあ、サイドブレーキですね。はい。で、踏み違いあの防止アシストということで、まあ、こちらは今のところ、間違えて、あの、踏み 間違いっていうのは特にはしていません。で、こちらのですね、あの、インテリジェントパーキングアシストはですね、あの、正直言うと、あの、あまり使ってません。はい。 あのまあ、駐車するスペースをですね、まあ、非常に細かく設定するんですけど、ね、その細かすぎる設定がですね、非常に、まあ、個人的な意見ですけど、ちょっとやり,にやりにくいのかなという感じで、あまり使ってません。で、標識探知機能ということは、まあ、これもあんまり使ってないかな。で、インテリジェントアラウンドビューモニターっていうのは、まあ、一応使ってはいる、じゃあ使ってはいるかな。はい で、こちら、ふらつき警報ということですね。まあ、あまりこちらも使ってはないかなっていう感じです。で、フロントバックソナー。これはですね、あの、いやよく、あの、まあ、障害物があるとね、いやピーピーピーピになるんで、あの、これはですね、あの、非常にいいと思います。で、こちらの方ですね。まあ、カーテンがついてるっていうことですね。はい。で、ヒーター付きドアミラーということで、 まあこれはちょっとあまりまだ、はい、実感がないです、はいで。ステアリングスイッチなんですけど、まあですね、一応こちらの方はあの、まあ、せっかくついてるっていうことですね。あのもう使ってますあの。一般道路でも使ってます。あのアクセル踏まなくてもあの設定した速度であのずっと走ってくれるので、まあ 一般道でも使うようにはしています。はい、でですね、まあ、価格の方なんですけどでで、価格の方、ちょっとこれ分かりづらいかな。でちょっとこちらの方に、まあ、グレードとかあるんですけど、まあ、ちょっとこちらの方は飛ばしましてですね、はいで、価格なんですけど、 セーフティーパック、こちらですね。はい、セーフティーパック A は、えーっとですね、11万3 4四百円で。こちらがセーフティーパック、一応 B って書いてあるんですけど、はい、23万8万八千円。 で、A の方が11万3000円で、まあ大、大約ですけど、11万3400円。で、こちらが24万3000円ということで、まあ、差額の方がですね、まあ、約13万円ほどの差になります。で、こちらのセーフティーパック C なんですけど、えっと、こちらはですね、K って書いてあるんですけど、まあ、先ほど言いましたけど、 こちらのですね S、S ですね、S の方。S の方。S の方のみ、あのーまあ、こちらですね、まあ、メーカーオプションということですね、6万4800円かかるということですね。まあ、金額の方が11万3を買うの、0 0万で買うのか、24万にするのか、まあ、S だったら6万ですね。はい。っていうような。 動画です。以上です。